大体神経ブロックやるときは、いわゆるドーナツサインっていうのをきっちり作ることをこう意識してされていますか大体神経ドーナツ。ブロックするときはこう裏面をこうしっかりこう浮かしてあげて、表面からもこういわゆるドーナツサインという,こう神経がプカプカ浮いている。 そういうふうになる、たまたまなるケースもありますけども、僕自身はそれはあまり意識してなくて、うんえー、どっちかというと大体神経の裏側にあの針が来たときに、まあ、あの神経刺激装置も反応しだすので、そこでもあまり動かさないで巻いてしまうっていう感じです。じゃあもうそこで裏側でも 25cc マじゃん。え、そうですね。うーん それって表側でもいいんでですか表側でもいいのかもしれません。あのーうん、基本はその裏側に生かそうと思ってるのとそれから、うんえー、神経刺激装置が反応するサインが出た時点で巻こうと思ってるっていうことその2つを、まああのー、指標にしてうん、うん、局所麻酔薬を巻いてるという感じですね。 神経刺激装置大事ですね、そうやって考えると。そうですね。うん神経刺激装置が前、あの、以前使ってなかった時は、結構、あの、ブロックを外すことも多かったので。あなるほどね。はい。意外と大体神経って見にく,くないですかこれまた後でちょっとお聞きしようと思うんですそうですね、見にくい時もありますね。うーん。ええ コツまたちょっと後でお聞きしたいというふうに思ういます。え。もうね。